新共同訳聖書。新共同訳聖書は、聖書の日本語訳の一つ。1987年に初版が刊行された。正式な英語名は、ザ・バイブル・ザ・ニュー・ h ンターキ w フェシャネルトランスレーション。a 2 0世紀後半以降、近代以降のエキュメニズム、教会一致運動の流れに沿って、それまで異なる聖書を用いてきたカトリック教会と、プロテスタント諸派が、 世界各国で共同して聖書の翻訳に取り組みだ。日本でもこの流れを受けて、調教派のメンバーからなる翻訳委員会が結成され、まず1978年に共同訳聖書、新訳の実を世に問うた。しかし、共同訳聖書は、イエスス、パウロスなどの固有名詞の原音表記主義や、翻訳が意訳すぎて従来親しまれた言葉が消えてしまったなどのために評判が良くなく、 あまり受け入れられなかったため、新たな共同訳聖書の翻訳が行われた。これが新共同訳聖書である。新共同訳聖書は、旧約聖書と新約聖書全巻の翻訳であり、教派によって扱いの分かれる書物、第二聖典、デューターコナニコルブックスも、旧約聖書続編という名称で収録している。翻訳の定本は、旧約聖書、ヘブライ語が、 ドイツ聖書協会発行のビブリアヘブライカ、シュトットガルテンシア、新約聖書、ギリシア語が、聖書協会世界連盟のギリシア語新約聖書、修正第3版アブスサンと略称。ネストレアーラント第26版と、同文、旧約聖書続編が、ギリシア語旧約聖書、ゲッティンゲン研究所である。翻訳作業組織である、共同約聖書実行委員会のメンバーには、 現代日本を代表する聖書学者、プロテスタント、カトリック教会の神学者など多くのメンバーがなお、連ねた。日本ハリストス聖教会からの参加もあったが、協議解釈の違いから最終的なメンバーには名前を残していない。新共同訳聖書は、日本聖書協会から出版されており、旧約、新約全書、旧約聖書のみ、新約聖書のみ、 旧約聖書続編付き、印象付き、新約聖書の箇所は、旧約聖書のどの箇所から引用されたかなどを中で示す、大文字版、英語版との両語版、任意部申告裁判聖書、韓国語版との両語版など、様々な形で出ている。現代交互による翻訳というだけでなく、多くの教会での典礼や礼拝に用いるための聖書を目指したことから、 いろいろな教派の翻訳観光を取り入れている。その結果、従来の聖書翻訳にはなかった独特な語法も見られるが、現代の日本のエキュメニズムでは、最もよく読まれ、用いられる聖書となっている。カトリック教会、日本キリスト教団、ルーテル教会諸派、日本聖公会などエキュメニズムにコミットする多くの教派で主要な聖書として用いられ、天礼。 礼拝の場で広く使われている。聖教会、日本聖教会でも、伝道会などでは用いられる。ただし多くの場合、同じ日本聖書教会によるものであっても、交互訳聖書の方が推奨される。また、方針例では全く用いられない。福音派と聖霊派では、神教導薬とは別に、日本語に大きな影響を与えた。 文語訳聖書の伝統的な人名表記を採用した聖書を公式に使用することが多い。日本聖書協会は2009年、1987年の発行以降20年以上が経過した新共同訳に代わって新しいわけ聖書協会共同訳聖書を作成することを決定した。事前協議によりカトリック教会とプロテスタント教会の共同事業と することが方針として定められ、その後の2010年末には翻訳作業が始まり、出版準備が進められていた。2015年12月以降、一部の文書からパイロット版の販売が始まっていた。そして、2018年12月3日に、聖書協会共同訳聖書が発売された。新共同訳から実に31年ぶりであった。エキュメニカルなわけであるが、 委員によれば、カトリックとプロテスタントの神学的相違による対立はなかったとされている。ただし、カトリック教義を反映し、カトリック用語を採用した箇所が指摘されている。翻訳者は、諸教会から40名余り集められ、それをまとめる編集委員会の共同委員長として、B ・シュナイバーと高橋健がついた。それに、国語の専門委員5名。 薬文を監査する検討委員10名が参画した。新共同薬は、ローマカトリックとプロテスタントの共同による、エキメニカルなわけであり、プロテスタントが外典として扱ってきた書物について、ローマカトリック、聖公会用に続編として収録れている。ウェストミンスター信興告白など、歴史的なプロテスタント福音主義の信仰告白は、 聖書を66巻であると告白しており、プロテスタントである福音派の立場からは、聖書の外転を続編として加えたとについて、読者にはその区別がよくわからないようです。と指摘されている。また、信教同役の旧約続編についての主張は、聖典と外転の違いを無視しているとの指摘がある。しかし、ローマ教皇を中心とする。 カトリック教会はブルガータを権威あるものとしており、カトリック教会の立場からは、これらが第二聖典として認められている。ただし、新共同役には、カトリック教会が第二聖典とするものだけではなく、カトリック教会も受け入れない外典が付け加えられていると福音派からは指摘されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。